ローマ皇帝、アウグストゥスローマ皇帝とは、紀元前27年に元老院よりアウグストゥスの称号を授与されたオクタウィアヌスと、この称号を帯びた彼の後継者たちを指して用いられる、歴史学的な名称である。ローマ皇帝という単一の職位があったのではなく、資質と実績を認められた特定の人物が、複数の重要な役職に就くことによって、 権力を独占している状態にあったことを意味する。ローマ皇帝、クラウディウスローマ皇帝とは、古代ローマにおいて、先制的な権限を与えられたオクタウィアヌスと、その後継者とみなされている人々を指して用いられる、歴史学的な名称である。ローマ皇帝という単一の職位があったのではなく、 資質と実績を認められた特定の人物が重要な複数の役職を兼任することによって先制的な権限を行使したものである。したがって今日では一般的に紀元前27年にオクタヴィアヌスが元老院よりアウグストゥスの添え名を送られたことをもってローマ皇帝の誕生とみなしオクタヴィアヌスを最初のローマ皇帝としているが 実際には、アウグストゥスの添え名によって、ローマ皇帝という新たな陳や感触が設けられたわけではない。そもそも、皇帝とは、紀元前221年以降の中華、文化圏において用いられた、君主号であって、ローマ皇帝という訳語も、オクタウィアヌス以降に、アウグストゥス。 カエサル、インペラトル等の様々な称号を名乗った人々に、ローマ皇帝の語を当てているに過ぎず、ローマにおける帝政は中国における帝政とは全く、性質の異なるものであった。ローマにおける帝政は、選手性や絶対王政とも似ていなかった。ローマ皇帝はオクタウィアヌスが、次女、シンクン、アウグスティスの業績録で、世は権威においては万人に勝ったが、 職権においては、他の何人にもいささかも勝らなかったと記したように、君主ではなく、共和制を尊重する市民の一人に過ぎないことが、建前であった。ローマ帝国にとって、ローマ皇帝は所有者ではなかったし、継承者でもなかったのである。ローマ皇帝が信任されるのは、その者のが、ローマ皇帝としてふさわしい行動をしていると思われている間だけだった。ローマ人にとって、 ローマ皇帝として、ふさわしくなくなったと判断した人物をお払い箱にすることは全く正当なことだった。ローマ皇帝の死後にも、そのものを神格化するのか、記憶の抹消の対象にするのかを決定するのは、元老院であった。そのため、ローマ皇帝にとって、ローマ市で人気があり、市民から受けが良いことは、極めて重要なことだったのである。ローマ皇帝は、 職や職権の寄せ集めに過ぎなかったため、その職務は極めて複雑で多忙なものとなった。一方で、ローマ皇帝が職務、職位、職権として単一のものでなかったために、ローマ皇帝としての職務や権限は複数に分割して分担させることが可能であった。実際のところ、 広大な半島を持つローマのすべてを一人のローマ皇帝が管理することは困難であったから次第に会の補助者や同僚に職務を分担させる観光が普及した。3世紀にディオクレティアヌスによって複数のローマ皇帝による分担統治が組織化されると以後のローマ帝国では複数のローマ皇帝による分担統治が常態化した。 終身独裁官となったガイウス・ユリウス・カエサルが、紀元前44年に殺害されると、その後に権力を握ったのはカエサル派のオクタウィアヌス、マルクス・アントニウス、マルクス・アエミリウス・レピデスの3人であった。3人は、国家を組織するための3人間という例外的な職を設け、満期を騒乱する強力な権限を行使した。しかし、 紀元前32年にオクタウィアヌスとアントニウスとの対立が決定的となり、三人間制度は機能不全となった。オクタウィアヌスは紀元前31年に失政官に就任すると、失政官の権限を用いてアントニウスを追い詰め、紀元前30年にアントニウスを自殺へと追い込んだ。以後オクタウィアヌスは紀元前23年まで連続して、 執政官を務め、これが、紀元前23年までのオクタウィアヌスの実際的な地位と権限であった。紀元前29年、オクタウィアヌスは、元老院の許可を得て、インペラトルの後、自身の個人名の一部とした。オクタウィアヌスには、紀元前43年以降、たびたびインペラトルの称号が認められていたが、称号としてのインペラトルの使用には、 有効期限が定められていた。そこでオクタウィアヌスは、インペラトルを個人名の一部とすることによって、自身を永続的にインペラトルと呼ばせることを可能としたのである。紀元前27年、オクタウィアヌスは、実質的にはすでに消滅していた3人間の職権を元老院に返却した。元老院は政権を、 個人の手から市民へと返却した彼の判断を称え、オクタウィアヌスにアウグストゥスのソエナと一部の属州に対するプロコンスル命令権等を与えた。とはいえ、アウグストゥスのソエナは何らかの権限や特典を伴うものではなかったし、プロコンスル命令権にしても元老院によって割り当てられた属州においてだけ行使できる局所的な軍事命令権に過ぎなかった。 しかもプロコンする命令権はオクタウィアヌスがローマ市を出て初めて有効となる性質のものでオクタウィアヌスが首都ローマにいる間には命令権を行使することすらできなかった。そのためオクタウィアヌスの実質的な権限は紀元前31年により務めている執政官の職権によっていた。紀元前24年オクタウィアヌスは属州総督が起こした。 不祥事について、失政官としての責任を問われ、元老院より法廷への出頭を命じられた。オクタウィアヌスは法廷において、反対弁論を行い有罪判決を免れることには成功したが、オクタウィアヌスの同僚には、有罪判決が下され、そのまま処刑されてしまった。これによって、失政官という最も責任ある役職に、 とどまり続けることの危険性が明らかとなった。古代ローマにおいて、公的権力を振るう公職者は、その権力にふさわしい責任を果たさなければ、ならなかったからである。オクタウィアヌスは、執政官としての権限と責任等を天秤にかけ、執政官の職を手放すこととした。紀元前23年、オクタウィアヌスは、元老院と交渉を行い、 執政官の職を返却する見返りとして、自身への五民間職権の付与を認めさせ、また、紀元前27年に与えられていた、プロコンする命令権を拡大させた。これにより、オクタウィアヌスのプロコンする命令権は、プロコンする上級命令権となり、全属州において、他のプロコンする命令権よりも優先される、命令権となった。また、 五民間職権の付与によってオクタウィアヌスは実際に五民間に就任して五民間としての責任を負うことなく五民間の有する請願者救済権、申請不可侵権、元老院への出席権などを行使することができるようになった。オクタウィアヌスは五民間職権を極めて重視し自身の知性を五民間職権が与えられた。 紀元前23年から数えている。しかし、五民官職権にせよ、プロコンする上級命令権にせよ、最高官職である執政官を辞任したことによってできた権力の空白を十分に埋めることはできなかった。プロコンする上級命令権は、プロコンする命令権と同様に、イタリア本土に対しては無効とされていたし、五民官職権も権限は、 ローマ市内とローマ市から1マイルまでの範囲内に限られていた。現実問題として、紀元前23年の時点では、オクタウィアヌスには実際的な政治的権限が不足していたのである。実際、オクタウィアヌスは重要な政治的行動の多くを、五民間職権によってではなく現職の失政官への助言や請願を通して行っている。しかし、 天運がオクタウィアヌスに味方することになった。紀元前22年にイタリアにおいて薬病や災害が発生し、人々はこれらの天変地異をオクタウィアヌスの失政官辞任に対する神々の意思と関連づけた。ローマ市民はオクタウィアヌスに失政官就任を要望したが、これまでの経緯からオクタウィアヌスは失政官への就任を誇示した。そして、 紀元前19年に、ローマ市民とオクタウィアヌスとの間で妥協が図られ、オクタウィアヌスには、執政官に就任することなく行使できる、執政官職権が付与されることとなった。これ以降、執政官職権と、五民官職権とが、イタリア本土における、オクタウィアヌスの法的権限となった。ここに至ってついに、オクタウィアヌスによる一人支配体制は、 その決定的状態に達したのである。その後、オクタウィアヌスは、紀元前12年に、レピドスの後任として、ポンティフェクス・マクシムスに就任し、自身を国家の宗教に関する意思決定の中心に位置づけた。紀元前2年には、長年の国家への貢献が称され、元老院より、国府の称号が送られた。 紀元後14年に、オクタウィアヌスが、南イタリアの町の羅で病没すると、元老院議員ヌメリウス・アッティクスが、彼が、天に昇るのを見たと証言し、この証言に基づいて、オクタウィアヌスを深刻化することが元老院で、議決された。オクタウィアヌスの遺言により、オクタウィアヌスが残した遺産の3分の2は、5歳、リオヤ・ドルシラのツレコティベリウスへと相続された。また同時に、 リオイアとティベリウスの二人が、オクタウィアヌスの添え名、アウグストゥスを名乗るように共遺言されていた。今日の人々は、これによってティベリウスが、新しいローマ皇帝となった、と認識するのである。しかし実際のところ、ティベリウスは、インペラトルの名前を相続することはしなかったし、オクタウィアヌスより贈られた、アウグストゥスの添え名さえも用いることは稀であった。 ティベリウスに対する即意識や体感式のようなものはなかったし、ティベリウスも自身の知性をオクタウィアヌスの死から数えるようなことはしなかった。一般に最初のローマ皇帝であると認識されているオクタウィアヌスの死の段階においてさえ、今日ローマ皇帝と呼ばれているような単一の概念は認識されていなかったのである。一般に ローマ皇帝とされる人々が帯びた称号や権限は時代ごとに異なっている。その中でも多くのローマ皇帝が伝統的に用いた称号、あるいは皇帝権を構成した重要な職権には、下記のようなものがある。これらのうち職位や職権は個人に与えられる一代、限りの特典であって、たとえ直系貴族であれども世襲は認められなかった。 これらは単なる称号であって、何らかの権限や特典を伴うものではない。皇帝自身の自称と多少は、直例や書簡に登場しており、多少は、民間の文書や文学作品にも登場している。例えば、ウェスパシアヌスの直例には、インペラトリシセリー・ベスパシアのオーガストとあり、同直例にある多少として、クラウディウスを指して、 ティベリウス・クラウディウス・カエサル・アウグストゥス・ゲルマニクスと記載されている。時代が下った場合では、例えば、テオドシウス法典に収録されている、コンスタンティヌス大帝の法令ではコンスタンティヌスは、インプ・コンスタンティヌスと自称している。エジプトから出土した、同時代の民間のパピルス文書でも、ウプシロンタウカッパロータウローアルファアルファ、シグマアルファローローアルファアルファ デルタロイオタアルファーニュー、シグマイプシロンベータアルファーシグマタウと書かれている。一方文学作品において、正式称号を記す必要のある場合を除き、一般に皇帝個人を示す用語としては、プリンクエプスやインペラトルのみが用いられる場合が多い。古代においては皇帝は以上のような多少、自称をされていたのであって、ローマ皇帝のように、 ローマを関して自称したことはないので注意が必要である。ローマ皇帝という称号が皇帝の直令や発給文書への署名として用いられるようになるのは9世紀以降のことであり、カール大帝とビザンツ皇帝が皇帝称号をめぐって争って以降のことである。オクタヴィアヌスが獲得した職権は既存の職権をそれぞれ別個に獲得したものであり、これらを ひとまとめの職務として継承する法律や仕組みは、考案されなかった。オクタウィアヌスは、後継者候補が、失政官職や五民官職に就任したり、プロコンする命令権を得て続州に派遣されるように、図らったが、彼らが、職位に就いたのは、従来の公職者選定の仕組みを通じてである。行為継承法の不在は後世まで引き継がれ、 後位継承時たびたび騒乱が起こる原因となった。しかし、軍事力による、定権獲得以外では、誰でも候補になれたわけではなく、後継者候補は、皇帝家と縁石であるものに限られた。縁石でないものが、皇帝候補となる場合には、皇帝家と縁組みすることが求められた。ウェスパシアヌスは、皇帝家と縁石を持たないまま軍事力によって、実態は、 バラバラの職務の集積である皇帝権を獲得したため彼の職権を明確にするための法律を定めた。この法律でウェスパシアヌスはインペラトルと自称しその職務と職権が定義されたとみなされている。しかしそれでも継承候補者は皇帝権を構成する執政官やプロコンする命令権 五民間職権を別々に与えられる状態は続き、元首制時代は、これら職務の未経験者が皇帝に就任した場合でも、即位時に、プロコンする命令権、五民間権、元老院への提案権の授与がなされる慣行が続いた。ディオクレティアヌス帝の四分統治以降は、現役の皇帝が在位中に、後継者を境地三として、 分割統治、あるいは共同統治する形態が取られるようになり、皇帝家と関係がない者が候補者となる場合は、皇帝家との縁組みがなされた。本校ローマ皇帝、オクタヴィアヌスのローマ皇帝権の成立過程で、衝述されているオクタヴィアヌスの皇帝権は、19世紀のテオドール・モムゼ以来の法律に基づく権限掌握研究であり、 当時の主要歴史学法法論であった法制史的分析に基づいている。モムゼンの時代は、シンクン、アウグストゥスの業績録の完全な同時代文書が発見されておらず、伝説文献資料では、世は万人に勝ったが、職権においては、他の何人にもいささかも勝らなかったと欠損部分があり、モムゼンは、欠損部分をギリシア語碑文を参考に、 公職の位においてはと補って解釈した。しかし、モムゼン氏後発見され、1927年に皇帝版が出たアンティオキア碑文により、欠損部分は、敬意においてはであることが、明らかにされ、皇帝権の権力の重要な源泉が古代、ローマ人固有の概念であり共同体の秩序を、支える、指導的な人物の持つ特性である、権威にあることが判明したため、 皇帝権についてもクリエンテラ、パトロキニウム論を軸とした社会史的分析が行われることになり、1937年のプレマーシュタインの論文及び1939年の債務のローマ革命で帝国最大の保護者としてのオクタウィアヌスの皇帝権確立という見解が確立した。このようにプレマーシュタインの研究の成果は、 その後受け入れられて定説化したが、アウグストゥスが、共和制の有力者たちのクリエンテーラーを奪って、保護から、庇護関係を、事故のもとに統一し、すべての市民と兵士のパトロンとして君臨したとする、彼の見解が、支配的になったために、皇帝権力とクリエンレーラー関係をめぐる議論は、アウグストゥスをもって収束してしまった。日本でも、同様に、 アウグストゥスの権力解明に研究が注がれたため、定成期の研究者である南川隆は、アウグストクス以後の諸皇帝の知性における、実際の皇帝政治を分析してその本質を捉えようという視点が欠落してしまった、と述べている。このように、定成期の皇帝権については欧米に限らず、日本でもまだ研究途上にある。後帝定正について長らく、 モムゼンの確立した先制君主制が定説となっていたが、現在では先制君主制という言い方は完全に廃れてしまったとされる。このような状況であるため、帝政期の皇帝権の変化については断定的なことはあまり指摘できない段階であるが、そのような中でもいくつか指摘できることがあり、 例えば、ウェスパシアヌスミカドの最高指揮権に関する法律は、最高指揮権の所有者は、従来の法律、平民会決議、元老院決議に拘束されないことが明記されている点で重要である。セウェルス町に活躍した法律家のウルピアヌスも、皇帝の発言は法的な力を持つと記載しており、厳守性の時代が下るに従い皇帝の立法権が強化され、 その発言が直例や直答として法律として運用されるように強化されていった点は指摘できる。一方で皇帝の先制化が進むにつれて原種制時代の初期に比べてその後半になると皇帝の権威を高める儀礼や宗教的行為が増え三世紀の中頃の軍人皇帝の時代となると軍隊という剥き出しの暴力に支えられた皇帝には 支配を正当化するために権威が必要となり、権威の確立のために儀礼を導入した、と見ることができる。その結果、多くの儀礼を伴う、神聖な皇帝が生まれていったとされるが、三世紀については、政治、軍事、そしてイデオロギーや宗教など、それぞれの領域で有意義な説明が試みられている。ものの、社会の変化をも見据えた総合的な説明が、 達成されているようには見えない段階とされる。皇帝立法等皇帝業務の増加に伴い皇帝、直属の業務を行うスタッフも増加し、原種制初期には、原種の友人たちから構成されていた、諮問機関であり、上級皇帝であった、皇帝顧問会には、ディオクレティアヌス時代には、官庁の長が出席し、政治、立法、行政、司法の諸活動の中心となった。 道見角の時代には、皇帝官房には、政岸部、通信部、調査部、訴訟部、文書部の部局が置かれ、実質的な官庁を構成し、皇帝金庫の財務管理官は、実質財務大臣化し属州再文化や制服により、新設された属州では、皇帝直轄のスタッフが派遣され、道見角により創設された属州を管轄する管区の管区長官は、 皇帝直属となった。すなわち、原種性初期では皇帝管轄属州と元老院管轄属州が半々であったのに対し、属州アフリカと属州アジア以外の元老院管轄属州は、ディオクレティアヌス時代には皇帝の管轄下に入ったものと思われ、元老院はローマ市の都市参次会と化していた。以上のように、帝世紀の皇帝権は、 元老院管轄職の担当範囲を次第に皇帝管轄担当に置き換え皇帝が行う立法の範囲を次第に拡張し皇帝の担当範囲は帝国のほとんどとなる一方伝統的なローマの公職や元老院の担当範囲はローマ市と一部の俗州職に限定されていく方向に変化していったのである注釈出典ありがとうございます